はい、こんにちは、ポップです。4月10日土曜日。今回は週末スペシャルということで、先進国通貨クロス円の解説から始めていきます。普段の週末スペシャルは各通貨ごとの解説としておりましたが、本日はね、ちょっと出かける予定がありますので、クロス円全体の相場感のお話をしていきます。順番はいつも通り、米ドル円から始めまして、ユーロ円、ポンド円、そして5ドル円の順番で解説をしていきます。それではね、各通貨の解説に入る前に全体の相場感、金曜日の終値をね、見ていきたいと思いますので、世界の株価のサイトをご覧いただきましょう。はい、こちら世界の株価のサイトでございます。まずは金曜日の東京マーケット。日経平均は前日比、プラス59円。終値で29,768 円ということで 0.2% の上昇で1週間を締めくくったという形でございます。そして何といってもアメリカ株ですね。ダウ平均は前日比プラス297ドル。終値で 33,800 ドルということで、ダウはね、急上昇しまして、こちらは、史上最高値を更新。1週間の高値で終了するということと、あとは S&P500 やナスダックの方も高値をつけて終了した1週間でございまして、一時はね、少し調整する場面があったんですが、最終的にはアメリカ株を中心にリスクオンの動きでね、終わった形でございます。そしてアメリカの長期金利ですね、一時は 1.6% 前半まで落ちてきたんですが、最終的には 1.66% ということで 1.6% 安定してね、保っているというところで、ドルがね、反発した原因ともなりました。このような形でね、株式相場、そして長期金利の方は、リスクオンモードというところでございますが、為替の方はね、週の、後半部分に一度円高方向に進んでいったんですが、それからね、少し盛り返して終わるということでね、今後の動きに注目されるというところでございます。それでは順番に米ドル円の方からチャートをね、見ていきたいと思いますので、米ドル円のチャート戻っていきましょう。はい、まずは米ドル円の60分足、右側のチャートでございますが、こちらは約1週間の時間軸のチャートでございます。今週の米ドルのスタートに関しましては、110.50 をね、超えるような、今から見ますと、高い位置からね、スタートして、111円を目指すんじゃないかというところもあったんですが、大きくね、こちら月曜日の、欧州マーケットからね、110円50銭を割り込んでしまいますと、その後も、反発しても今までのサポートでありました110円50銭にレジスタンス、そして、サポートラインの110円を割り込みますと、今度はサポートラインがレジスタンスラインに転換しまして、また下落。そのような形でね、最終的には109円ほどまで落ちてしまったというところでございますが、これは金曜日の大きなね反発によりまして、最終的には少し戻してね、109円50銭と110円の間、このような形で1週間が締めくくられたというところで、円高方向に推移しているんですが、60分足ベース、1時間足ベースでは移動平均線の角度を変えて、その上側にね、顔を出してきたということで、少しトレンド転換かどうかというところがね、判断に迷うところでございます。基本的にはね、右下下がりの移動平均線で、こちら下側にその平均足が位置している場合には下落トレンドというところでございますが、この60分足ベースでは移動平均線を平均足が超えまして、その上側でね、推移しているということで、60分足ベース、デイトレ目線ではね、ロングを取れるんじゃないかという形になろうかと思いますが、最終的にはね、4時間足との兼ね合いを見ていただければという形でございます。4時間足ね、左側のチャートでございますが、こちらは約1ヶ月間の時間軸となっております。そして移動平均は、先ほどと同じね、過去24本の平均点を結んでいるというところでございまして、こちらの4時間足に関しては、まだね、この右下下がりの移動平均線、平均足は上回ることができていないということで、60分足ベースでは上昇トレンドに転換が見えるものの、4時間足ベースでは、まだね、移動平均線の右下下がり、その下側にね、平均足があるということでね、4時間足ではまだまだ売り目線、そして60分足では買い目線ということで、判断が分かれるところでございますが、これはね、最終的には時間軸の長いものをね、信じていただくというところが、大きな流れを見るにはよろしいかと思います。ということでね、4時間足見ていただきますと、一旦ね、金曜日のところで上髭をつけて、移動平均線超える場面はあったんですが、最終的にはね、110円の手前で失速してしまいまして、こちらは、押し戻される。そして109円50銭ですね。まあ、この辺りで、過去にサポートラインもありますので、今後は109円50銭、ここでサポートを受けることができるかどうかによってね、判断が分かれるというところでございます。よってですね、上がるか下がるかというのは、なかなかね、予想はできないところでございますが、109円50銭、この反応を見て、その後ね、どのようなポジションを取っていくか、そこについてね、解説をしていきたいと思います。まずね、109円50銭でサポートを受けた場合はですね、60分足ベースでしっかりと移動平均線の上側で陰線から陽線になったという形になります。まあそうしますとね、1回近づきました110円、ここぐらいまでの上昇は十分にあるんですが、ただ110円を超えようとしますと、明確な節目110というね、ちょっきりぽっきりのね、ところに加えまして、過去のレジスタンスラインやサポートラインがありますので、まあ、そう簡単に抜けることはできないかなというのがね、こちら109円50銭でサポートを受けた場合の目線でございます。そして4時間足で見てみましても、109円50銭でサポートを受けますと、明確に移動平均線を実体ベースで超えてくるということですが、ただ、やっぱり110円以上のね、ロングの方々の戻り売り圧力、いわゆる今ね、110円以上でロングを組んでいる方は、急に落ちてしまったために逃げ遅れているというケースを考えますと、なかなかね、上に上がろうとしましても、やれやれの戻り売りということで、マイナスの含み損を解消するために、売ってくるというケースが多いので、やっぱり110円のレジスタンスというのは結構強力かなというところでございます。逆にですね、109円50銭、こちらを割り込んでしまった場合は、60分足の移動平均線も割り込んでしまいますし、そして109円50銭、こちらね、移動平均線で4時間足ベースでも陰線が出てしまって、結局、レジスタンスを食らってしまったというところになりますので、ここはね、109円を目指す展開になろうかと思います。よってですね、まとめますと、109円50銭でサポートを受ければ110円ぐらいまで上がっていくだろう。まあ、そういった場合はロングが2、30ピップスで取れるという形になろうかと思いますし、逆に109円50銭を明確に割り込んでしまった場合は、60分足ベースで移動平均線を割り込む。4時間足ベースで4時間足の移動平均線でレジスタンスを食らうという形になりますので、直近の安値の109円、こちらを目指す展開になろうかと思いますので、そこでショートを取る。よって109円から110円ですね、このレンジ相場を想定しながら、109円50銭で反発を受けたらロング、こちらを割り込んでしまったらショート、このような形をね、週初めのトレードとして考えていただければと思いますので、ぜひ109円50銭、この攻防に注目をしていただければというドル円でございますので、参考にしてください。はい、以上でね、今回のドル円相場を終わりまして、続いてユーロ円の解説に移っていきましょう。はい、ユーロ円はね、ドル円に比べまして非常に強い反発をしておりまして、今週1週間はね、まあ、大きく見ればレンジ相場だったかなというところでございます。週のね、スタートのタイミングに関しては、こちらですね、130円を少々上回るような状況でございました。このようなところでね、こちらの方は、しっかりとね、レンジ相場ということで、130円でサポートを受ける。まあ一旦ね、大きく木曜日の段階で、下げる場面はあったんですが、その130円の下側でレジスタンスを受けることなくね、見事な V 字回復。そして、レンジの上限であります130円50銭ですね、過去2回ですね、レジスタンスを食らっておりましたが、こちらも最終的には、高値張り付きというところで終わった1週間でございました。まあ大きく見ていただきますと、130円ね、割り込んでもしっかりとサポートが入ったのが3回、1回、2回、3回とありまして、上方向もね、3回、1回、2回、3回とレジスタンス。結局はね、130円から130円50銭。まあこのレンジ相場だったかなという1週間でございました。そして4時間足ね、ご覧いただきますと、こちらの方もね、移動平均線は横ばいであったんですが、まあ最後のね、この上昇と、あと長い下髭を伴って130円を切り返している。まあ、こうなりますとね、直近の高値であります130円50銭、これを抜けたらね、青空が広がるという状況でございますので、ちょっと高値圏のショートをしてしまいますと、踏み上げられるリスクがありますので、このあたりはね、注意が必要というところでございます。冷やしからまたね、4時間足の方に戻していただきますと、今後の、トレード戦略によってはですね、こちら移動平均線、ちょっと右肩上がりに4時間足上がっておりますし、あと60分足ベースでも右肩上がりというところでございますので、引き続きですね、高値を張り付きしながら、60分足ベースではこの移動平均線であります130円30銭ぐらいですね。こちらを下回らない程度に陰線から陽線という形。そうなることによって、ちょうど4時間足ベースでも移動平均線の、上側でね、推移するという形になりますので、この週初めのですね、ところで130円30銭。これを大きく割り込むことがなければ、一旦上方向にブレイクする可能性が非常に強いという形になっております。よってですね、基本的にはショートを考えずに、1回調整して切り返すところ、それが130円の上側でというところであれば、しっかりとロングを取って、この130円50銭付近ですね、再度上回ってくるところで、しっかりと、こちらは、ここを上抜けしますと、上方向に伸びますので、利益確定はその伸びきったところでね、する。そしてあとはね、1回も調整せずにそのまま抜けていくという可能性もありますので、その場合はね、実体ベースで130円50銭、これを抜けてくるというところで、今もね、ちょっとね、抜け気味でございますが、これが上髭ではなくてですね、しっかり実体ベースでもう4時間足が陽線として機能する。こうなった時にはロングが組めるかなと思いますので、このあたりですね、高値付近だからといってショートを組むのではなくて、ロング目線で攻めていく。こういったところがよろしいかと思います。もしもね、この130円50銭で、ショートをしたいという方がいればですね、あまりおすすめはしませんが、ショートを取った後に、もちろんね、ストップロスを30ピプスぐらい上にかけておく。こういったことをしなければ、大きく踏み上げられてしまう可能性は非常に強くなるというところなので、おすすめはしませんが、ショートをする場合には、ストップロスを確実に入れていただく。本格的なショートを取るタイミングに関しては、この130円ですね。こちらを割り込んで、そして130円の今までのサポートがレジスタンスとして機能する。60分足でもよろしいかと思いますので、今まではことごとく回復していた130円以下でございますが、ここがね、130円で陽線が押さえつけられて陰線に転換する。このようなパターンになってからでもね、頭と尻尾はくれてやれということで、十分にね、129円割れというのが狙っていけるタイミングでございますので、それは130円を割り込んで、今までのサポートがレジスタンスと機能してから、これからでもよろしいかなと思いますので、参考にしてください。はい、以上でね、今回のユーロの解説を終わりまして、続いてポンド円の解説に移っていきましょう。はい、同じ欧州通貨でもユーロは強かったことに比べまして、ポンドの方は大幅に下げた1週間でございました。週の初めに関しましては、153円を上回っていたポンド円でございますが、結論ですね、一時300ピプス以上ね、下げるような形で150円すら割り込んでしまった1週間でございます。こちらはね、火曜日の段階で大きく移動平均線を割り込んでしまいますと、その後はね、60分足ベースの移動平均線24でことごとくレジスタンスを食らいまして、1回、2回、3回ですね、食らって大きく下方向に下げるというところが続いておりましたが、こちらも金曜日ですね、アメリカの株式相場が、史上最高値をまたつけ始めたというところで、逆回転しまして、移動平均線を上回る。ただ、ユーロと違うところでは、ユーロはほぼほぼ高値圏で終わったところに対して、ちょっとね、ポンドに関しましては、移動平均線付近まで下落してしまったというところがね、もうこの1週間で、弱い状況でございましたが、最後も弱い形で締めくくられたというところでございますので、ちょっとね、ユーロとは考え方を変えていた方がよろしいかなというところでございます。そして4時間足ね、ご覧いただきますと、移動平均線はまだまだ右下下がりで、その下側で少しレジスタンスを食らっている状況ということであれば、引き続き下目線かなというところでございます。よってですね、こちらのところは151円、ここね、過去のサポートラインやレジスタンスラインがありますが、今回もね、またレジスタンスを食らってしまっているというところで、50ピプスね、そこから下げているということを考えればですね、151円を超えない程度の弱い反発であれば、移動平均線も下がってきますし、このあたりはしっかりと陽線から陰線、これが151円の下側のタイミングで起こった場合には、しっかりとショートを取っていく。そして、直近のね、149円ぐらいですね。こういったところを目指していくような相場も十分にあり得ますので、結構ね、短期間で上げてきたポンド円でございますが、これもね、短期間で全戻しということも考えながら、149円ですね、次150円を割り込んでしまいますと、こちらの直近1週間のね、安値も割り込みまして、149円を目指す相場、これは十分に考えることができるかなと思いますので、反発が弱かった時のみ、151円を超えなければ移動平均線ね、これからレジスタンスとなって落ちてきますので、しっかりとショートを取りながら149円を目指す相場。しかしね、ストップロスは移動平均線の上側で置いておくことは忘れずにね、相場に絶対はございませんので、そのあたりを警戒しながらですね、しっかりとストップロスを入れてポジションを取っていただければと思いますので、参考にしてください。はい、以上でね、今回のポンド円の解説終わりまして、最後に豪ドル円の解説で締めていきましょう。はい、豪ドル円はね、ユーロよりも弱いんですが、若干ポンドよりも強い動きをしていたというところでございます。ただ、1週間で見てみますとね、やはり、底根付近で終わっている形でございますが、1週間のスタートに関しましては、84円よりか上側、84.25 付近でスタートしたというところでございます。一旦はね、84.50、こちらに近づいたんですが、よくよく見てみますとね、84.50、ここはね、レジスタンスラインがかなり集中しているところというところでね、今週もレジスタンスを食らったというところでございます。ただね、84円のサポートもね、虚しく反発したんですが、移動平均線付近でね、レジスタンスを食らって、2度目の割り込みで明確に割り込んだ。そして、83.50 でもサポートを受けて、83.75 とのね、25ピプスのレンジを形成していたんですが、こちらも、3つのレジスタンスとなりましたが、明確にね、レジスタンスを食らってしまって、一旦はね、大きく83円割り込むところがあったという形でございます。ただ、これはね、金曜日に V 字回復をしまして、再度 83.50 付近で終わるという形でございますので、ちょっとね、レンジ相場も意識しながらも4時間足で見てみますと、上値が重い状況でございますので、少しね、下目線を継続していってもよろしいかなというところでございます。4時間足ね、ご覧いただきますと、移動平均線ね、乗っかっていたところ、上側にね、平均足が位置していたところから、今週は、下げて割ってしまった。そして、移動平均線が下がってくる中で、4時間足ベースの、移動平均線を平均足が上回ることができないというところでございます。これからもね、移動平均線下がってきますので、ちょっとね、83.50 付近でうろうろしながら、最終的には下方向に行くのか、大きな反発が出るのかというところはね、83.50 の攻防に注目していただければというところでございます。このあたりね、週始めは 83.50 付近でうろうろすると思うんですが、ここでね、83.50 を1回割り込んでしまって、これもですね、ユーロと同様に、ほぼね、レジスタンスを受けずに戻ってきたんですが、83.50 の下側でレジスタンスを受けてしまった場合ですね、一旦陰線で下げて、陽線で反発するも 83.50、このサポートラインの下側で陽線から陰線になった場合、その場合はね、4時間足でもレジスタンスを食らったとみなされますので、83円、そして 82.50、ここを目指すような相場になろうかと思いますので、その場合はね、しっかりとショートを組んでいただく。逆に上方向に行った場合ですね、この 83.75 を上抜けた場合ですね、この場合には移動平均線、4時間足ベースの移動平均線24もしっかりとね、平均足が超えるという形になりますので、その場合はね、84円はあまりサポレジが入っていませんが、84.50、ここまで吹き上がる可能性がありますので、やっぱりこの 83.50 ですね、こういったところの攻防によって、もし下抜ければ 82.5、上抜けてね、移動平均線を超えてくれば 84.50、このような、形でね、見て取れるかなと思いますので、83.50 の攻防に負けた場合は、ショートを取って 82.50。そして、上回った場合ですね、明確に 83.75 を上回った場合は、ロングを組みながら 84.50、この付近で利益を確定する、このような考え方でよろしいかと思いますので、参考にしていただければと思います。はい、以上でね、今回のクロス円の4ペア4通貨の解説を以上といたします。それではね、今週も1週間ね、本当にお仕事とトレードお疲れ様でございました。また来週もね、相場の解説していきますし、21時から平日はね、YouTube ライブやっていきますので、またのご視聴お待ちしております。それでは1週間お疲れ様でした。また来週もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。